ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回から新たなアドベンチャーゲーム、探偵神宮寺三郎横浜港連続殺人事件をプレイしていきたいと思います。神宮寺さんとね、助手の陽子さん、これが熊野刑事かな。今デモ画面を見ていただいていますが、早速ね始めていきたいと思います。アドベンチャーゲーム大好きなんでね、やっていきたいと思います。コンティニューがありますけど、パスワード方式なんですよね。1988年データイーストさんの作品です。早速やっていきましょう。おお、このセレクトボタンのアイコンが神宮寺が吸うタバコですね。さあ行きましょう。日の出という青年の依頼で俺は横浜へやってきた。2日前、横浜で行方不明になった婚約者のエヴァという外人女性を探してほしいというのだ。横浜は久しぶりだ。俺がここの港からアメリカへ向かったのももう10年も前の話だ。え、神宮寺結構年ですね。いろいろと思い出のある町だが、今はまず依頼人から詳しく話を聞かなくては。10年ぶりの横浜か。先生、このホテルに依頼人の日の出さんが泊まっているんですね。おっと、そうそう、今回の捜査には助手の陽子にも協力してもらうことにしたんだ。あ、なるほど。いつも陽子さん、あの事務所で待ってるだけが多いもんね。さあ、それじゃあ日の出さんにアウトするか。中に入りますか。あ、ちなみにね、このゲーム全く、初めてプレイします。右も左も分かりませんが、神宮寺の雰囲気は知っている。で、早くエヴァを探してください。人探しが今回のミッションか。神宮寺は探偵ですからね、警察じゃないからね。エヴァのこと、エヴァさんについて聞かせてもらえますか。エヴァ・クリスティーナ23歳、僕のフィアンセです。そのエヴァが2日前から行方不明になってしまったんです。2日間、加賀山署の伊勢崎さんに相談して、ヨドバシ署の熊野警部さんを通じて神宮寺さんを紹介してもらいました。警察は2日間ぐらいじゃ動いてくれないのかな。俺も伊勢崎という加賀山署の捜査一課長の話は熊野さんから聞いたことがある。ひらがな読みづらいな、相変わらずなかなかの切れ者だということだが、しかしそんな男がなぜ俺みたいな探偵に事件を依頼させたのか。そうですよね。伊勢崎のこと、伊勢崎さんについて聞かせてください。伊勢崎さんは僕の高校の先輩。ああ、そうなの。加賀山署で刑事課の課長をされています。伊勢崎さんとはこれからバーフィヨルドで落ち合うことになっています。ああ、そうなの。その前にまず日の出さんのこと、君は何をやってるんだい。日の出、貨物船桜丸の、ああ、貨物船桜丸ね二等航海士、つい先日まで6ヶ月の航海に出ていました。へえ、そうなんだ。先日まで
あ、そうな、2日前にいなくなったんでしょ。6ヶ月の間にもエヴァもね、23歳だから心変わりしたんじゃないの。何か気づいたことありますか。僕たちは僕の田舎で結婚式をすることになっていた。あ、そうなんだ。6ヶ月前までね。どこ行ってしまったんだ。陽子さんに意見聞いてみるかい。お、陽子、私が捜査のお役に立てばいいんですけど、頑張りますわ。おお、ドレスアップして頑張り、何に頑張ってるんだか。あたりには数人の泊まり客とフロントマンがいるだけだ。ここでコーヒーを頼むこともできるぞ。いや、そういう、そんなしてる場合じゃない。まだ始まったとこだ。ちょっと休憩早すぎるよ、それは。その、あ、外に出る、違うな。あたりの人、聞いてみよう。伊勢崎さんは見ませんでしたか。伊勢崎のとこに行くんだよね、じゃあ。元町のバーフィヨルドで呼び出してください。じゃああれかな、もう行ったらいいのかな。バーフィヨルド、そうしよう。それじゃあ私はここに残って日の出さんにもう少し詳しい話を聞いておきます。おお、陽子さん働くんじゃないか。あれ、他に行く。ああ、こんなにいっぱいあるの。これはちょっとなんか難易度高そうだね。直感ですよ、このレトロゲーマーのね。フィヨルト、俺がこの洒落たバーに着いた時にはすでに伊勢崎が来ていて俺を待っていた。俺は伊勢崎のそばへ行き声をかけた。いや、あなたがあの神宮寺さんでしたか。はじめまして、大噂は熊野さんから金がね。どんな噂か知りませんがね。はじめまして、神宮寺です。早速ですが、なぜ川山署の捜査課長であるあなたが日の出さんに僕のような探偵を。それなんですがね、まあとにかく詳しい話を聞いてください。行きましょう。彼は私の高校の後輩にあたります。はい、非常に真面目な青年ですよ。エヴァさんについて聞かせてください。彼女が行方不明になったと聞いて困っているのは我々なんです。実はエヴァがいなくなった日の朝にエヴァと同じくバラカ領事館ってに勤める女性が死体で見つかっている。イリス・ハートという女性なんですが、実はこの女は我々が目をつけていたある組織犯罪の、はっきり言えば密輸ですな、その密輸グループの一員ではないかと見て密かに調査中だったんです。ややこしくなってきたな。なんだか話が穏やかでなくなってきたようだ。密輸とは。しかしそれとエヴァとどういう関係があるのか。イリス・ハート28歳、バラカ領事館に勤務していましたが、2日前に死体で見つかりました。山下ふ頭の近く、堀川の河口に浮かんでいました。死因は単なる溺死だったんですが、加賀山署では彼女を密輸グループの一味と内定して、それを
操作を続けてきたので単なる事故とは思えなくてね。イリスハート、それでエヴァはイリスの同僚ということで、なるほど。我々も彼女の足取りをいろいろ調べてみたんですが、行方不明になる前日の行動がその日のイリスの行動と妙に重なる。怪しいと睨んでいろいろと調べてはみたんですが、何せ2人ともバラカの領事館員ということでね。バラカっていうのは国か、外国の領事館ということだね。領事館、なんか料理みたい。領事館、ひらがな難しいな。領事館が外交官特権を使って調べさせてくれんのですよ。くれんのですか。そこで私的な立場からエヴァの足取りを追ってもらおうと熊野さんにあなたを紹介してもらったわけです。領事館員だから警察は手を出せないっていうことかな。イリスの死因とかそういうのもうちょっとなんかないのか。これ以上は何も。それでもう引き継ぎ終わり。まいったな。酒ね、神宮寺ダメだぞ。酒もタバコもまだまだ仕事してない。一旦戻りましょうかね。山下ふ頭に行ってみるっていうこともあるのか。行ってみるか。商船や貨物船などの着く山下ふ頭だ。ここでイリスの死体が見つかったのか。この埠頭には日の出さんの桜木丸はどれかな。桜木丸ないじゃないか。あれ、聞いたことないですね。いきなりそんなこと来た方って誰ですそれ。ちょっとダメみたいですね。とりあえずじゃあ陽子さんのとこへ戻るか。中入ろう。そういえばエヴァさんはどこに住んでいるんだろう。日の出伊勢崎エヴァイリス。ここでいるじゃないですか。ちょっと待って、その前に陽子さん報告はないのかい。早くエヴァさんを探し出してあげましょうよ。あれ、陽子さん待ってる間仕事をしてたんじゃないの。日の出さんに聞かないと私には分かりません。あ、陽子さん、ちょっとコーヒー飲んでたなこいつ。自分で聞かないとダメなのか。エヴァとは3年前にバラカの港で知り合い、彼女は去年から日本のバラカ領事館に勤務しています。今は元町のマンションに住んでいます。何度か行ってみたんですが戻っている気配はありませんでした。
早速行ってみようか。マンション。外人墓地の近くにあるエヴァのマンション。閑静な住宅地でいいところだな。聞き込みあたりの人、エヴァのこと。人影が。外人墓地のあたりはすっかり観光地になってしまっているが、このあたりは静かな住宅地だ。領事館に行ってみるか。じゃあエヴァが勤めていた領事館。立派すぎるでしょ。周り見る。あ、赤レンガ作り。横浜だね。あ、これ右押すとなんかあるんだ。今気づいたぞ。連絡する。何これ、携帯電話。すげえ、携帯電話持ってる。進歩してますね。陽子さん、井上さんからいろいろと話を聞きましたから早く戻ってきてください。中に他に行く。おかえりなさい先生。日の出さんにエヴァさんが行方不明になる、前日の行動をいろいろと聞いておきました。ありがとう。それじゃあ早速、舌が回ってないよ。それじゃあ早速詳しい話を聞かせてもらおうか。これ右ボタンを押したらこう選択肢がまだあったというね。前日のこと、日の出さんはその日の午後に6ヶ月ぶりに航海から帰ってきてエヴァさんに会ったんだそうです。そして中華街で食事をした後、港の見える、丘公園に散歩に行った。しばらく散歩をした後、バーフィヨルドで少し酒を飲んでから店の前で別れました。あ、もうあとは日の出に聞けっていうことかな。じゃあ順番にその足取りを追ってみるか。あ、これか。怒られたぞ陽子さんに。タバコ吸うか。とりあえず2人が行った場所を。やっぱりこれタバコ重要なんだよね神宮寺。なんか一服なんて言うんですかね、ね、一呼吸置こうと思った時はタバコ覚えておこう。とりあえず2人が行った場所を順番に回ってみよう。日の出さん、私と一緒にあなたたちが行った場所を回ってもらえますか。あ、違うわ、これ今の神宮寺の会話か。会話する時に神宮、人の名前が出てない時は神宮寺のコメントなんだね。今陽子さんの定義で喋ってしまったけど、わかりました。じゃあ早速出かけましょう。まずは山下ふ頭からですね、戻ってきたとこだね。さっき言ってきたんだけどな。陽子くんはここに残って連絡を待ってて。おー、この移動式大型携帯電話みたいな持ってるんだよね神宮寺ね。
わかりました、いってらっしゃい先生。行きましょうか。あの日僕は航海から戻り、埠頭まで迎えに来ていたエヴァと久しぶりに会ったんです。おお、それはちょっと何でしょう、脈があるというか、なんというかね。偽装結婚的なもんで騙されてるっていうわけじゃなさそうだな。そして2人で食事をするために中華街に行きました。なるほど。その時のエヴァの様子はどうだったんだい？いや、そういうことを聞きたいんじゃないんだけどな。その時気づいたことは？それも聞いたよ。冷静になろうね。冷静になろうね。他には何もないのか、ここでは。じゃあ次行く。中華街ね。僕たちは食事をしながら結婚式のことなどを話していました。へえ。その時にはエヴァがいなくなるなんて思わなかった。その後2人はどこへ？まだ時間もあったので近くの港の見える岡公園に散歩に行くことになりました。岡公園行くか。え、どれだこれ。 M 公園、 Y 公園、どっちも岡公園じゃないじゃない。どれのことや。横浜港を見下ろす高台にある港の見える岡公園。いや、それの M 公、なんで M 公園なの。港の見える岡公園っていうのが名前なのか。ややこしいな。この公園でしばらく散歩をしてからバーフィヨルドへ行きました。何か変わったことは？特にないか。観光客ばかりか。次行くか。何だったっけ次。フィヨルドか。ここでしばらく酒を飲んでから店の外で別れました。ここが最後か。エヴァは店の前でタクシーに乗り、僕はホテルまで歩いて帰りました。ホテルの近くなんだね。何か変わったことは？さあ特に。頼りないなあ。もう陽子さんもこっちに来たらどうかい？来てくれないか。今のところまるでない。待てよ、この店のマスターはどうかな。確かピエールとか言ったな。いや、タバコやっぱ大事ですね。ピエールさん、エヴァのこと。マスター老けてるな、なんか。パンダみたいなマスターだな。神宮寺先生ダメですよ。ピエールはスペイン語とバラカゴしか話せない。バラカゴ、まあ、言ったな。英語なら話せるけど、英語話せるんだ。どうする。陽子さんなら10カ国語ぐらい喋るんじゃないか。ダメか。通訳探しに行こう。
領事館。陽子さんのとこに、あ、中に入るとあるな。陽子さんのとこ行ってちょっと通訳できるか聞いてみよう。ダメか。ピエールどうした、ピエールどうしたらいいんだ。なんかコーヒーが飲めるとか言ってたな。コーヒー、あ、写真ってある。このコマンドで写真撮った方がいいね。コーヒー、運ばれてきた温かいコーヒーをゆっくりと口に運ぶ。おや、日の出さんどうしました。いや、さっき何かを思い出しかけたんですが、気のせいかな。どうしたの、コーヒーで。よしっていう感じで写真撮ってた方がいいね。じゃあ何だろう、その行ってないとことか行ってみるか。これはもう今目的はね、ピエールのスペイン語喋れる人を探しに行くというねことなんですけどね。エヴァの部屋に入ってみようよ。あ、入れないのか、中には。操作は難航してますね、こう1回目から。ちょっとね、横浜の土地勘つかむまで時間かかりそうですけどね。ちょっとしっかり頑張っていきたいと思います。1回目はここまでにしたいと思います。次回はね、このおっさんと喋れるように頑張りたいと思います。それではまた、さよなら。まさにその通り。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。